これは限定公開になった池林先生の動画です。私が参考になった部分を紹介しています。まずは YouTube になりたいっていうことでチャンネルの作り方。じゃあどんなチャンネルを作る？それはチャンネルは特化型にせよ一点突破をするということ。アップサイドを確認しよう。やりたいテーマが決まったら、あとは周りの人がどういう動画を出しているチャンネルなのかな。で、そのライバルとか参考になる人たちを見つけたら、リサーチをすることです。で、真似していくんです。あとは、成功するかはわからないです。まずは100本撮ってから結論を決めてください。で、データを見て方針を固めます。成功するやつを伸ばす。失敗したやつはもう、そこでもうやめる。あと、集客をしよう。何もないところは無名の YouTuber の状態から、動画が伸びるっていうことはなくて、やっぱり自分が YouTube に集客をしていく必要があるんです。で、収益をして、で、YouTube に依存しない収益のために自分の売る商品を作る。じゃあ、YouTube の体力を飛び出していこう。あ、その他質問、まとめは、これから解説していきます。で、YouTube になりたいです。そういう人たちが増えてきましたね。じゃあ、どうすればなれますか？と聞かれます。中学生に教えて収益化できたので、わかりやすく解説していきます。中学生の皆さん、私が頑張って解説するんで、ぜひね、YouTube からお小遣いがもらえるように頑張って調整してください。YouTube はビジネスになるんです。YouTube 別にいらなくてもいいかなって思ってる人も、人を動かして周りから人を助けられる、周りから声をかけられる存在になることに直結する内容です。ぜひ学んでおくと自分の価値が上がります。これからは動画の時代と言われています。理由は、月額のデータ容量が大きくなり、通信料金が低下しているからです。YouTube に限らず、動画は再生されやすい環境になっています。動画の優位性に気づき、YouTube に参入してきています。今のうちに取り込んで、先行者利益を取っておく必要があるんです。そうすると、次の時代のチャンスがつかみやすくなるんです。じゃあそれではチャンネルの作り方をいきましょう。まずは自分のチャンネルを作ります。当たり前ですね。完全無料で作れます。動画撮影もスマホで収益化している中学生がもう友達にいます。すごい時代ですよね。画面の右上に動画のアップロードっていうのがあります。これで投稿完了です。簡単でしょ？誰でもすぐに始められる。競争はとても激しいんですよね、その分。現状9割の人が辞めてしまっています。で、どれくらいの難易度かって気になりますよね。登録者100人でも上位 40% に入るくらいです。まあ、大抵の9割が辞めていってるんです。で、1000人ってしょぼいチャンネルに思えるんですけど、実は上位 12% です。ちなみに5万人は上位 1% なので100チャンネルに1個の割合です。YouTuber になるのは簡単じゃないよっていう大人はたくさんいます。しかし、本気で取り組むなら難易度は実は低いです。で、以下の条件で1年間継続すればよっぽど収益化できるようになります。私ももうすぐ1年になるんですけど、ノイズが結構変えるな。ステップ1、時間を確保する。YouTuber のために最低でも500時間は欲しい。動画1本作るのに5時間かかるとして、で、動画100本では500時間が必要になります。1日3時間を半年継続。最低の時間が確保できなければ YouTuber をおすすめできないです。これは、両学長の解説したやつをまとめたものです。チャンネル登録者数1000人っていうのは YouTuber の配信者人口の上位 10% と意外と難関です。時間もかけずに楽してクリアっていうのは無理。
時間を作り出す必要があるんですが、残業をやめるんだったり、いつもより2時間早起きするだったり、移動時間の隙間時間を活用したり、私は仕事を辞めて無職の状態で活動しているんです。活動1年間の動画の総再生時間が4000時間以上であること、18歳以上であること、掲載にできたコンテンツであること、中学生が地域化できているのは親の保護者の承諾を得ているからです。結論、誰でも挑戦できるものなんで、まずはチャンネルを作ってみましょう。少し調整しようかな。調整します。マイク除去。これで多少ノイズは入らないかな。さて、どんなチャンネルを作るか。これは、池原さんは、特化型にせよと言っています。もふもふ不動産のチャンネル、私好きなんですけど、2年前おっしゃったことを覚えています。私は結構誰がいつ何を言ったのかずっと覚えてます。みんなは YouTuber が話していたことを数年前まで、数年前のことも覚えていますか？専門店を目指そうと言っています。ファミレスみたいに何でも扱うと結局何の人ってチャンネルにおすすめされなくなるんです。初めて視聴した人は分かりやすい内容にするんです。池原さんもテーマが絞られています。小春は成功したビジネスを追いかけるため再現できるのかな？あ、成功したビジネスを追いかけ再現できるかっていう内容、テーマなので絞れていますよね、多分。で、あと、両学長が言うにはテーマを決める。時間を確保したら次はテーマを決めて、ジャンルは自分に興味がないと成立しないことなんで、競争倍率が高くても自分が好きなことをやるっておっしゃってますね。自分の専門性を生かした特化型テーマで勝負。専門性の具合っていうのは、50人の素人集団がいたら一番得意、情熱がある。で、3つを満たせるテーマを選ぼう。自分が情熱を注げる。みんな途中でやめてしまうんですよ。自分が楽しく飽きずに更新できるか。皆さん興味ありますか？ゲーム、ペット、釣り、楽器、インテリアとか、旅行、DIY、料理、キャンプ。自分が好きなものをテーマにチャンネルを作るのがベストです。学生なら部活がテーマになったり。私は高校、大学の時には吹奏楽部でした。吹奏楽部の人たちが見てくれるようなチャンネルを作りたかったです。現在はスマートフォンで撮影から編集もできるんで、学生でも好きなことに挑戦できるチャンスがあります。ある程度の知識、経験があるだったり、視聴者のニーズがあるっていうことが、テーマを選ぶ3つのテーマ。これを満たしている必要があります。はい、3つ目。アップサイドを確認しよう。YouTube 世界に飛び込む前に安全地帯か確認するんです。先ほど考えたテーマで動画を作ろうとします。ここで注意点。ターゲットを絞りすぎると、見る人がいないフィールドだったりします。例えば、盆栽とか、仏像とか、狩猟とか、数学、物理、古典。いやー、私も見ないですね。人気のないゲーム、国内プレイヤーが10万人以下だったりすると、視聴者の取り合いになります。じゃあ確認する方法は？それは、競合チャンネルで上限を確認します。5万人くらいのチャンネル登録者がいれば、専業で生活が可能の領域です。もちろん継続して視聴される成長が欠かせませんが。で、このアップサイドを確認しよう。私なりに解析すると、これだけのデータになります。これみんな、リンクとかも作ってあるので、相当なデータ量ですね。あとは、私が好きなのはビジネス系なので、池早大学もふもふ不動産、人手制約チャンネルが該当します。で、その上限はっていうと、今は、
そうですね、モフモフ不動産が27万人だとすれば十分ビジネスとしてやっていけるはず。私は VTuber なのは、いや、これまで例がないので、本当は目指しちゃいけないの、と思います。そうだな、もっと近いんだったら配信スタイル。この、かぶまるチャンネル、チャンネル登録者数が今は3万人かな。だったら、専業でやっていけるレベル。あとは私と同じボイスチェンジャーを使うんだったら、M チャンネル。この人は仮想通貨の投資から始めています。私も投資系から始めているので、チャンネル登録者数は 1.3 万人。専業でやっていけるかは微妙ですが、副業というレベルなら十分と、あと後日、あとで収益化を工夫することで、まあ、チャンネル登録者数1万人以下でも生活は可能です。そう、ここの、これから説明です。収益化を工夫します。アップサイドが小さい場合は収益化を工夫します。業界のトップを苦労の末獲得してもチャンネル登録者数が3000人ぐらいだと、生活専業としてやっていくのは困難です。じゃあどうすればよいかっていうと、YouTube で集客して自社商品を販売する。で、事例を紹介します。広告収入はおまけに過ぎないということを意識してください。個人 YouTube はビジネス戦略を考察。宮本脇つくだにのりよ。この方っていうのは、20代の女性でありながら、都内の高級マンションに住んでいます。お金持ちで。中の人の情報も公開している少数派です。チャンネル登録者数は80万人を突破して、VTuber 事務所のりプロの設立をしています。彼女の特徴的なのは、トップクラスのビジネススキルです。漫画家として成功していた彼女がなぜ VTuber になりたいのでしょうか。お金が欲しい。自分の作品をたくさんの人に届けたい。曖昧な理由ではなく、ビジネス戦略の一環として VTuber になっていることがわかります。なぜ VTuber は儲かるのでしょうか。信用経済学の観点で言うと、今は、お金よりも信用力を重視する考え方。テレビの CM があまり効果を示さなくなったように、こういう VTuber、YouTuber の勧める商品の方が、宣伝効果が高いんですよね。インフルエンサーと呼ばれる人々は高い信用力を持っているため、大衆に影響力を与えることができます。この高い信用力を商品の宣伝に利用することをインフルエンサーマーケティングと言います。そうして高めた信用力はどう使えばいいのでしょうか。VTuber は大抵信用力を他社のコンテンツを宣伝するために使用しています。対して、稲山珠樹さんの場合は、信用力は自身のコンテンツの宣伝に利用している。YouTuber はどこからお金を得ているのでしょうか。Google から受け取る。広告宣伝費用。これは信用力の一つで、あなたの動画には効果、宣伝効果がありますよと Google が保証していることを意味します。これは衝撃の事実なんですけど、企業は広告費を支払うことで支払った金額よりもはるかに大きい利益を手にしています。広告宣伝費用っていうのは多くても売上の 20%、化粧品の 20% が一番多いんでしょうね。Google から広告宣伝費が支払われるのはクリエイターにとって嬉しい出来事なんですけど、実際は企業ははるかに大きな売上を手に入れてるっていうことを、知ると、稲山珠樹さんの行動をなんでこうするのかなっていうのが分かってきます。本来、インフルエンサーに商品の宣伝を依頼すると膨大な広告費用がかかります。ヒカキンさんとか、はじめしゃちょーとか、想像してもわかりますね。ところが、稲山珠樹さんの場合は、自身が YouTuber、VTuber として活動をするだけで、1円で広告費も支払うことなく、20万人以上の人に自身の広告を宣伝できるというわけです。具体的に彼女の YouTube チャンネルの伸びに比例して売り上げが増加していきました。彼女の販売している漫画、同人誌、CD、これら、コミックマーケットで同人誌の売り上げも VTuber を始めてから目に見えて増加して、コミックマーケット開催のたびに売り上げの最高記録を更新しているそうです。VTuber になってからお金が儲かって仕方がない、配信でもたびたび発言しています。はい、結論です。彼女の戦略はブランディングと呼ばれるものです。顧客は自発的に購入しに来る状態で、
彼女の配信を見て面白いと思い、ファンになった人々が自発的に彼女の商品を買いに行くという構図になっています。面白い配信をコツコツ続けているっていうだけで直接商品を勧めているわけではないですね。Google の広告収入はおまけにすぎません。犬山玉置さんのように自身のブランドを確立し、信用の自身のコンテンツの販売に使う。Google とは比べ物にならないほどの利益を上げることが可能です。はい。そもそもどうすれば信用力を高めることができるのでしょうか。顧客で VTuber の犬山玉置さんが好きっていう人は、同じ絵柄の佃煮のりお先生の作品も見たくなります。一方で漫画を読んで佃煮のりお先生のファンになったっていう人は、VTuber の犬山玉置さんも見てみたいとなるわけです。彼女の言う活動は、YouTube、アニメ、ラジオ、Twitter、Pixiv、テレビ、写真集、漫画、イラスト、音楽 CD など多岐にわたります。これらは彼女を知る機会が生まれるわけです、すべてに。チャンネル数を増やすことで、彼女の YouTube チャンネルにたどり着き、登録者が増える確率も向上していきます。それだけじゃなくて、チャンネルで一人のファンが増えた場合、他のチャンネル商品がすべてに購買される可能性が生まれるんです。このように複数のチャンネルを結びつけることによるオモニチャンネルを展開させることで、彼女の知名度、売上を爆発的に増大していく仕組みです。これですね、これがオモニチャンネルというもの、囲い込みですかね。で、犬山玉置さんをまとめると、お金持ちになりたい、自分の作品を多くの人に届けたいという思いを持っている人は、まずは自分の信用力を高める必要があります。自分に合ったサービスの信用スコアを高めることで、あらゆる活動に役立てることができます。信用力を高めるのには、オモニチャンネル展開してあらゆるところから自信を知ってもらうことが有効だと思われます。そしてお金持ちになるには、高めた信用力は他社のコンテンツではなくて、自身のコンテンツのために使うことが必要になります。で、これからの時代、私たちは年功序列や終身雇用という古い概念を捨てて、彼女をお手本に新時代の新しいキャリア形成の方法を考える必要があるのではないでしょうか。じゃあ、決まった。で、個人に対して固定のファンを作る。継続的な活動を見せることで、これは形成されていきます。売れている人を分析していると、コンスタントにコンテンツを出しているようです。とにかくアウトプットをして、その人たちにアピールをする。財産になるコンテンツは、よく財産、資産、コンテンツというものがあって、それはずっと再生され続けるんですよね。安定した。視聴者に普遍的な価値を提供し、時を超えて支持されるもの。そうすると安定して再生されるんです。多方面の人から存在を認識してもらうためにオモニチャンネルの環境を構築する。ライブ公開だったり、LINE スタンプを作ったり、メンバーシップ、オンラインサロン、書籍の販売。で、SNS のフォロワーでプロフィールの信用性というのは担保されるので、自分が運営する Twitter、Instagram、そういうフォロワーは多い方に越したことはないです。っていうのがまとめ。で、結論、登録者1000人でも数百万は稼ぎます。次、アップサイドを確認しよう。違う。これは見た。リサーチして、真似しよう。自分のやりたいテーマを決めましょうという話をしましたね。じゃあ、さて、徹底的にリサーチします。キャンプが好きだったら関連のキャンプを全部見て、ゲームが好きなら実況チャンネルを全部見て、リサーチする理由は、伸びるチャンネルは理由があるからです。では、具体的に伸びるチャンネルはどのような特徴があるか。それは、キャラクターが個性的だったり、内容が作り込まれている。引き込まれる、よくできたオープニング、テーマの統一感がある。収益性がうまかったり、で、原因が分かったら、躊躇なく、パクる。抵抗を感じる方もいらっしゃると思いますし、私も感じます。でも、画流で活動しても数字なんて伸びませんでした。余計な独自性は不要です。原因が分かったら、パクって、で、
成功チャンネルと同じことをするんですから、独学より成長が格段に早くなります。で、この池早さん もうパクリ大歓迎って言っています。だから私もパクっています。 OBS で使用していて、セミナー形式で一発撮り。まさか VTuber が真似してくるとは、池早さんもびっくりでしょうね。本人が許可しているので遠慮なくパクらせていただきます。改良点はロジックマインドで説明している点です。そうするとこうテロップを作る必要はなくなる、手間が省けるので、台本に専念できますよね。このように視覚的に分かりやすくなりました。今私がどこを話しているのかな、あとどれくらいで終わるかなっていうのも、私のロジックマインドもパクって全然いいです。真似できるところは容赦なくパクる。ライバルとチャンネル、ライバルとなるチャンネルってなんで、リサーチしていきましょう。これもね、練習していきます。無駄なことはカットして、次は何かが100本作ろう。これみんなおっしゃっていますね。こう今まで難しい話をしていました。アップサイドを確認しよう、リサーチをしよう。そう、これはみんなが何回かこれ見るだろうなって思ってこの動画を作っています。なんでかっていうと成功しないから迷う、だからもう一回この動画を見直すっていうことを想定しています。私も自分だけは特別成功する、そう思っていたもんです。そんなわけないですね。素人がいきなり成功するわけがないです。まずは100本コンテンツを完成させましょう。で、いまいちだったら消せばいいとおっしゃっているし、私も消しています。もったいないと思いますが、何が伸びるかわからないから実験していく必要があります。じゃあなぜ100本なのか、それはデータが蓄積していくからです。この YouTube にはアナリティクス分析ツールというものがあります。これは自分の動画がどれくらい再生されて流入経路を観測することができます。最初の段階ではデータがないので改善のしようはないじゃないですか。なんだけど、ほとんどの人は100本作れず消えていくんです。データがたまらず。継続できたら1割の本当にすごい人です。VTuber を始める前に最初に必要なことっていうのは目的を持つことです。目的とは何を成し遂げたいかっていう内容。あなたが VTuber となって何を成し遂げたいかという話になります。なぜ目的が必要か。それは継続して活動するためには理由が必要で、モチベーションが下がり、頑張る理由を見失うと引退につながるんですよね。これは応援しているリスナーが最も避けたい事実です。活動を停止したら忘れ去られます。活動を継続していくためにはメンタル管理が必要で、やる気の原動力には目的が必要です。で、人間っていうのは意味のない作業を嫌うっていうことは証明されています。動画編集作業大変だな。ライブ配信つまらないな。あれ私なんで YouTube 始めてたんだっけ。その結果、クオリティの低下がして、企画の使い回し、成長性のない退屈なチャンネルになる。そして結果が出ないからモチベーションの低下が起こります。実は本気じゃなかったんだとか、そんな VTuber を見てきました。活動引退休止となります。チャンネル登録者数から VTuber さんを分析してみるツール、そういうサイトがあって、そこには実際にデビューした VTuber で1年後半分が引退休止している状態です。で、引退した VTuber に共通するのがなんとなく面白そうだから横になればいいかなという方が大半でした。お察しの通り、なんとなく始めた人も登録者や再生回数が伸びたら嬉しいなと感じます。お察しの通り、曖昧な目的で視聴者に共感されず完成が評価されないです。コンテンツの質で比べたら、すでに実績のある YouTuber が高い、質が高いことが容易に想定されるので、何を応援すれば良いかわからないっていうチャンネルは登録者が伸びないのは、まあよくすぐに想像できますね。で、承認されないから再生回数も伸びません。結論、目的がないと成長を自分でも実感できずに悪循環が起きて、モチベーションが低下した時に引退というシナリオができます。なんとなくね、収益化っていうのは難しくて、私は困難があると、まあ上等だよってやる気が出るタイプ。
なんでいいんですけど、ほとんどはチャンネル登録者数っていうのは1000人以下の状態。このグラフを見ると 87.2%、 これがみんな1000人以下で、現時点で私の登録者は900人ちょっとなんで、半年でそれくらいですね。収益化までには1年ぐらい要すると思います。1年間なんとなく面白そうという気持ちでは継続しないので、しないっていうのがデータでわかるので、目的が曖昧でモチベーションが保てずに引退休止に追い込まれてしまう。そのためにも目的を持つっていうのは必要ですね。うわ、今37分も話してるのか、どうしようかな。細かく分かられていこうかな。補足点はまずはね、突っ走っていってしまう。データを見て方針を固めよう。分析できるくらいデータが蓄積したら方針を決定していきます。で、池早チャンネルを見る。この人は言ってることはブログと YouTube で受ける内容が異なるっておっしゃっています。で、その彼の1年間の経験で、私も大体そうだろうなって思うし、実際好きですね。例えば働き方ネタはよく受ける。あとは悲観論も受けるらしいです。日本やばいがみんな好きです。いや税金が高いとか、少子高齢化、日本終わったとか、同じネタを何回やっても意外に受けるみたいです。まあ、この顔を見るとまあ本当らしいですね。私もテレビ放送、再放送を見たり、Amazon プライムの映画はセリフを覚えるくらい見返します。見落としがあることに気づくっていうのと、大人になってて視点が変わるっていうことでも気づくはずです。何度も見る理由は、当時の気持ちに浸っていることです。この動画なら、YouTube に挑戦したいんだ、諦めずないぞ。パーツ受けの動画でも学ぶ、学習したい気持ちを思い出したい。だから何回も視聴するんでしょうな。あ、でしょうね。でしょらってなんだ。難しい話っていうのは受けが悪い。現に私今難しい話をしてるかもしれないですね。長尺ものの動画は反応と収益性が意外といいらしくて、今私が話し、長尺ものの動画、撮ってますね。これは私も測定して分かったことです。意外と長尺ものの方がいいんですよね。私はあまり好きではないですが、 VTuber のようなゲーム実況とは性質が異なります。この VTuber は動画を編集するのが大変なので、ライブ配信が多くなりがちです。そう、まあ難しい。みんなの悩みを解決するものじゃなくて、つまり楽だからライブ配信をしているので、そのやつっていうのは再生されてないですよね。いや、再生されてたら私はコメント打ってください。おはようございます。何の話をカムサハモニダーチェンギバウダウ。つまり、相手にとっての価値ですね。相手にとっての価値、メリット、フォローするメリット、SNS のフォロワーになってもらうのにも、就職、転職の選考で合格をもらうっていうのにも、自分を選んでくれる人、会社に何か価値を提供する必要があります。メリットのない人をフォローしたい人はいないです。あら？メリットのない人をフォローしたい人はいないです。ちょっと待って。コメントがどんどん出てきた。この頭のやついるかな？コメントが増えてきたらつけるけど、まあ、これはいらないか。いや、役に立たない人を雇いたいという会社は存在しないです。考えてみれば当たり前です。届けるべきものがなければ始まらない。うん。で、このディオン学長がおっしゃっていること、ネットで届けるべきものっていうのはフォロワーさんにとっての価値。よく言われるこの3つ。有益なこと、面白いこと、癒されること。自分がフォローしてる人について考えてほしいです。まあ、可愛い女の子っていうのは、癒されることですよね。だから、男性 YouTuber や男性 YouTuber 配信者が少ないっていうのは、この癒されるっていうのは男性でこれはあんまりないですよね。だったら、本当に有益か面白いことに限定されること。で、面白いっていうのは漫才とか芸能人なんで、実際は私がやってる有益なことなのかな。先に出された。うん。
まあだからリアリティ、私、リアリティ配信アプリ、これを起点にして活動しているんですけど、よくこういう配信者いますよね。寝落ち枠とか雑談とか歌ってみたとか。でもそれって、いや、どっか知らない人が勝手に歌いますとか、どこの誰だか知らない人の雑談聞いて何が面白いですか？それだったら、ゲームをした方が面白いし、何顔なじみと思い出話をしたりとか、じゃあこれから何をするかという計画の話をするのが絶対面白いはずです。もう7映画を見た方がずっと面白い。有益でもないし、このように面白くもないし、可愛い女の子でもない。っていう場合、もう芸能人ならとこれでも面白いかもしれないけど、一般人がこれをやっても未来がないって言ってるし、現に私が見てきて、いや、未来ですよね。数字が物語ってます。はい、まとめです。データを分析して方針を固めたら仮説を立てて次に実験をしてみます。変化と改善を続けていく。本当に、変化をしていかないと、グダグダなって気分につまらないチャンネルだなって私は思いますね。で、特に今2022年はライバルも増えて技術力っていうのも差はなくなってきます。時には思い切った判断も必要です。私の場合はビジネスやお金の話が好きなんだけど、YouTube の方がニーズがあるかな？ YouTube 攻略。だからテーマを YouTube の攻略一点突破にしています、現在。その方が重要があり、みんなに分かりやすい身近なテーマだからです。で、あとは、成功していない人っていうのは、ちゃんと台本を作り込んでいないからです。受けの悪い動画を出し続けてると、YouTube 上からつまんないチャンネルという認識になって、インプレッション数、つまりおすすめや関連動画に、出してもらえなくなります。これを1年間、2年間やってる人ってすごい、鋼のメンタルだなーってすごい感心してますね。いや、私は無理だな。今は40分か。1時間で終わりたいな。これを見てる人たちっていうのは、私以外の動画を見ていて、好きな YouTuber がいると思います。YouTuber の動画の中ではみんな元気で明るく振る舞っていて楽しい企画がありますよね。ハプニングが起きたり、切れ味のあるトークだったり。でもこれはみんなが思ってる以上に台本です。もともと決まっているもの。じゃないと面白くないですね。放送事故につながりかねませんから。YouTube ってのはフィクションで物語のようなものです。タイトルだけ決めて撮影して面白くなることっていうのはない。そういうテーマを省いているからつまらないという動画になるんです。企画、動画、台本っていうのは徹底的に作り込みましょう。私も今徹底的に作り込んでますね。そしてすぐ成功するとも思ってないので。ああ、ようやく後半ですね。あとは、集客をしよう。なんで集客って YouTube が勝手にやってくれるんじゃないのって。違うんですよね。集客をしようという話をさせていただきます。ただ、この動画をアップロードするだけでは誰も見てくれないです。実際にそうだったんじゃないですかね。意外とこれ知らない人が多いんですよね。ほんと。見てくれたらいいなーってみんな運断のみで、YouTube は勝手に自分を有名にしてくれる。全然そんなことないです。その結果を上げる人には、まあ200分の1くらいです。結果を上げる人は自分で集客をしているし、この話のベースになっている池早さんも集客をしています。元はブロガーだったので、その影響力、これを利用して集客をしているようですね。池早さんはお金が最初からあったので広告を出すということができます。YouTube の、アナリティクスかな？広告を出すというボタンがあるので、また、機会があれば。私の場合は Twitter からの集客が可能です。1ヶ月の Twitter の影響力を加速してみましょう。
こう、一瞬でも私のツイートが表示された回数は1ヶ月間に17,018回。さらに、この人はどんな人だろうと興味を持ってプロフィールを閲覧した回数っていうのは、この18,894回。まあ、十分集客できていると思います。で、その結果、外部流入の割合数字っていうのは 42%。これが私の集客した割合です。これはね、みんな公開しない人が多いですね。で、なんで私がリアリティをメインにしてかっていうと、ここからの集客がメインだからです。このパーセンテージが高いでしょ？で、私の今、YouTube の成果を Twitter で報告しているので、フォローすると役に立つと思います。で、DM に質問することも今はできる状態です。で、まあ、私をフォローしてると、まあ、頑張ってるっていうのを毎日つぶやいてる。毎日か。たまにつぶやいてるので、あいつが頑張ってるのか。じゃあ私も頑張るぞってなりますよね。TikTok で集客してる人もいます。いや、大変じゃん。いや、そう、大変なんですよ。まあ、普通に大変ですからね。YouTuber にただ動画を投稿すれば再生されるみたいな、ニートみたいな姿勢、全然ダメ。集客を自分でしていかないと、集客化っていうのは難しいです。まあ、可愛い女の子とかは、もうおっぱいが大きいね。女の子は、本当に TikTok のね、釣り動画みたいな、あれだったらいいかもしれないけど、あれって結構、再現性ないんじゃないですか。よし。まあ、秘宝ばっかり言ってもね、しょうがないので、この先です。自分が集客して結果を出せるようになると、YouTube 運営が宣伝してくれるようになります。これが今、人気 YouTuber の目は、みんなが見ている状態です。まあ、具体的には、ホーム画面関連動画に表示されるようになっています。いい動画を作るだけではチャンネルは成長しないっていうのはもう存在言いました。なんと、衝撃の事実なんですけどね、私も認めたくはないです。みんなは YouTuber をやってるんですけど、爆発的に増えて、技術力が増えて、こういうモブキャラがいっぱいできて、まあこれが9割以上で私もそれに入ってるんですよね。あ、あと100人。好きの反対は、あ、そうだな、少し時間が動こうかな。これ大事なんで。なんでこれ集客をするかっていうと、好きの反対は無関心のように、視聴者となるきっかけが必要なんです。そして内容に共感してファンとなります。結論、みんなに知ってもらうために自分で宣伝する必要がある。よく覚えてください。はい、いや来ましたよ。次は集客をしよう、お金を稼ぐという話です。いやー、 YouTube 収益の条件。これはみんな調べたことありますか？総再生年間で4000時間、チャンネル登録者数が1000人。広告って儲かるの？そう思いますよね。再生単価は1再生 0.1 円から 0.8 円。1回自分の動画を見てもらえるとこれだけの単価が発生します。なぜ単価にバレ付きがあるのか。それは気づけのアンパンマンとかの動画は低いです。なんでかっていうと、チャンネルを買うのは結局大人が買うものだからです。そうですか。総再生時間を知らないチャンネル運営者は多分成功することはないでしょうね。今、これからは。まあ、知れてよかったと思います。逆に、投資系案件、ビジネスっていうのは単価が高いです。それは勉強する人だから、時間があって勉強する意欲があるっていう人は経営者が多いですよね。ニートで時間があると、どうしても怠ける、勉強とほど遠い結果になって、だいたいそういう人たちっていうのはお金を持ってない。まあ、とにかく大人向けのチャンネルは収益性がいいです。ちなみにこの池原さんがおっしゃっている、言ってるのは、池原チャンネルは 0.7 円程度です。っていうことは、妄想してください。100回再生されたら50円。チャリン。100万回再生だと50万円。また、例えば、身近な例で言うと、私の動画。これは40万回再生の動画なんですけど、そうすると20万円ですね。
なので、毎月10万円稼ぐためには、毎月20万再生のペースを維持する必要があります。ああ、この発音でしにくいな。年間20万。これは、可能な数字か、無理な数字か。微妙だな。まあ、現状今の私は難しいですね。で、その集客をするというフェーズです。次。水飲んで休憩します。配信者ではないんですね。自社商品を開発しよう。広告でお金を稼げるっていう解説はしましたが、とはいえ、広告依存っていうのは危険です。おしまいです。YouTube で刺激が通ったぞ。でも、広告は YouTube の気まぐれでなくなる可能性が普通にあります。例えば、他の事例で言うんだったら、ゆっくり実況は見た目が同じこととか、背景の変化に乏しい。だから、AI に判定されて、刺激がバンされるっていうことはよくあるんです。だから、最近のゆっくり実況っていうのは背景が頻繁に動くんです。YouTuber として稼ぎたいとなると他の収益も模索する必要があります。あ、お手本となるのはこの i チャンネルです。これはアップサイトのたくさんの人たちのうち一人、1サンプル。彼女のすごいところは自分でウェブサイトを運営してるっていうとこ。めっちゃいいなこれ。多分この絵作るのに5万円ぐらいかかったんじゃないかな。スケジュールも表示できて、すごいね、もうこの状態。興奮しますね。で、自分の商品を売るっていう話。何これ。ソロライブのシャツ、13,200円。これも高いというか、安いかな。池原さんは言いませんでしたけど、私が解説します。YouTube のスーパーチャットは収益率 70% と言われています。1000円が投下されたら、手元には700円が残る。自社サイトを持つと収益性を 100% にすることができます。ピクシブファンボックスで 90% ですからね。そう、こういうサイトを自分で持つと、自由に収益性コントロールできますよね。厳密に言うとクレジットカードの手数料 3% とかがありますけど、やっぱりチャンネルは、成功したチャンネルは共通してオンチャンネルが結成されています。動画前半で話したんですけど、覚えてますか？これ、犬山たぬきさん、個人 VTuber ビジネス戦略を考察。よし、結論。YouTube、広告でお金を稼ぐことは可能。ですが、YouTube は集客の手段であって目的ではない。自分の商品を持っていて、YouTube から自分の商品へ案内をする。ついでに、広告収入という感じでおまけだと思いましょう。例えば、YouTube のサブチャンネルを作るっていうのもありです。この池原さんはメイン雑談ライブ用ゲーム実況チャンネルも持っています。有料チャンネルで有名なのはメンタリスト DAIGO さんです。なんとね、この月額年間有料会員90万人を突破したそうで、で、全チャンネルの累計っていうのを収益は100億円です。100億円ってどういうこと？ 100億円って、市の予算というのを超えてたりするんじゃない？ YouTube 大陸を飛び出そう。まあ、自分の商品を開発しよう。新しいことにチャレンジして、それに共感してチャンネル登録者数が増えます。YouTube なんて続かないでしょ？そう、その通り。変化しないと消滅していくし、自分も飽きてしまいます。で、今見てる時点でわかるかな？私の過去に出している動画は、ゆっくり実況だったんですよね。で、私が VTuber になった理由は、このゆっくりが乱立するようになって差別化が難しくなってきた。で、このゆっくりのデメリットはリアルタイムに反応ができない。今後は VTuber に移行すると予想したからです。新しい手法を取り入れてトレンドに追いついていく。以上の条件を満たさないと人気っていうのは続かないはず。まあ、今は私人気ではないですけど、条件を取
整える必要があるのは確かです。で、YouTube で続かないでしょ。でも YouTube で成功する人っていうのは他でも成功するんです。ね、自転車のレースで準優勝したり、吹奏楽で金賞を受賞したり、ベータ系に勤めてパワハラにあってうつ病になりかけても証拠動画を本社に提出したり、株で100万円儲けたり。だから私も今回も成功したいです。栄光力を身につけて次のチャレンジを身につけようと池原さんもおっしゃっています。おー、ほら、スペインの方ですね。よし、あとはチャンネルを作るときに動画を編集をどうすればいいかって、池原さんの場合は編集しないのもありですとおっしゃっています。私は編集はした方がいいと思います。特にチャンネルを創設したばかりで固定のファンがいない場合、ライブ配信の編集は人気があり見てくれる人がいる前提です。ライブ配信しましたって言うけど、どこの誰ってわからないのに、いや全然見る気にはなれないです。いや可愛いから、ただそれって可愛い女の子、特に VTuber だといっぱいいるので差別化って、いやまだ足らないんじゃないかな。可愛いだけじゃ選ぶ理由にはならないはずなんですよね。よし、次、顔出しはすべきかって、池原さんの場合は嫌なら出す必要はないし言ってるけど、私は絶対出した方がいいです。まあ、VTuber の私を言うのもなんですけど、顔出しっていう動画は人にファンがつく状態です。ではどうすればあなた自身にファンをつけられることができるんでしょうか。最も簡単な方法は顔出し。つまり、単純接触効果っていうものがあって、繰り返し接すると好意度や印象が高まるという効果です。多額の費用が投じられて CM や選挙ポスターが作られているのは、この単純接触効果を利用したものだからです。見たことがある商品は手に取りやすく、顔を知っている人は、の方がより投票されやすくなる。動画を見るたびにあなたの顔を見るようになり、自然と好意や親近感が湧いてきます。人間は、言語ではなく声の高さや波長に魅力を感じるそうで、言語がわからなくても海外のファンたちは日本語の VTuber の声に魅力を感じることっていうのも観測されています。だから語学に時間をかける重要性は低いと私は思います。語学も、まじだ、字幕も、最近は自動で作るようにしてます。まあ、精度は悪いけど、まあ、そのものだろうって思ってます。顔出ししないと動画を投稿するとどうなるのか、ですよね。それはその人ではなくてコンテンツにファンがつきます。フェルミ研究所をはじめ漫画系の VTuber、YouTuber が人気ですけど、ほとんどの人は投稿者の名前すら知らない状態です。ごめん、VTuber って言った。もう一回言わせて。フェルミ研究所をはじめ漫画系の YouTuber が人気ですけど、ほとんどの人は投稿者の名前すら知らない状態です。この場合は、自身の知名度がなくても、手っ取り早く再生回数や登録者を伸ばすことはできます。しかし、コンテンツのファンは、発展性が少なく、登録者が数十万人いるチャンネルでも、Twitter のフォロワー数は10分の1に満たないケースも多いです。具体的には、Twitter のフォロワー数も伸びづらく、他の事業への転換が困難となります。だから、池原さんが今顔出ししているように、必要だと思います。対して VTuber のファンはコンテンツではなく人にファンがついているため、そして熱意があって高評価率っていうのが非常に高いです。見てみましょうか。以下によるものです。このように同じ再生回数でも高評価っていうのは4倍から10倍の差がついています。結論、顔出しは結局必要ということ。私はそう思うし、参考にした千里さんも思いまいっていますね。このように私姿がいない状態で団体と話していても親近感っていうのは湧かないですね。はあ、だいぶ疲れてきた。はい、副業でも稼げますか？めっちゃ稼げると言っています。まあお察しの通りですね。はい、まとめです。みんな、お疲れ様でした。スマホの電池はあと何%ですか？まとめいきます。
YouTube は手段に過ぎないです。YouTube プラットフォームを利用して目的に近づいていきましょう。私はなんで YouTube をやってるのか改めて考えてみました。私の場合は、YouTube は難しいって言って、私がじゃあ YouTube なる活動している当初、相手にする人っていうのはいなかったんですよね。いや、それが悔しくて、シェイクがという実績を作りたい。その実績があると信用もついてくると思って活動しています。で、みんなが知りたいことというよりは私が過去に悩んだことですね。YouTube のマネジメント、マネージャーをしてみたい。だから私自身が、この実績を作る必要があるなと思ったんです。そして勉強しない人っていうのは、頭のいい中学生のも劣るっていうのも見てきて、人種が違うのかなって思うくらいニュースにはもう出てきいないことなんですけど、人間は頭のいい人間と悪い人間の二極化が存在しています。ここで見ている人は学生する意欲のある人を想定しています。知識は家族や友達に大切な人を守るあなたの力になります。どんどん学習して成長して人間らしい文化的な暮らしをしましょう。あ、疲れてきた。限界。よし。あとドーバー？ダメだ、ドーバー。もうダメだ、疲れてきた。動画は100本だそう。データから分析ができます。なので、PDCA サイクルを高速で回していきましょう。プラン、ドゥ、チェック、アクション。でしたね。私は動画更新が1ヶ月の時は改善がやっぱり遅いです。だから、このライブ配信と動画を投稿を含めて、週に1回以上投稿しよう。で、今、なっています。過去の自分にアップしてから考えようと言いたい。皆さんこの動画を見た後に動画を YouTube やってるんだったらアップしてください。チャンネル登録者数が増えるように価値あるものを発信していきます。私は高評価しちゃった。この今本当にごめん。高評価か低評価を予想してください。口が本当に。なんとか体力は持ったな。1時間4分。とりあえず作ってあげてみて。そうです。待って、変えます。雑談。よし。トラッキング外れてるな。これで OK。ここから雑談可能です。動画の質感、量感っていうのはよく言われることですけど、いろんな YouTuber に共通することは量です。まあ、程度の問題ですけど、本当にクズみたいな動画を出すんだったら、最低の品質っていうのはありますけど、量を出した方がいいなと思って、私も1ヶ月の投稿から1週間に1回の投稿にしています。あと、他に質問があったら、リアリティ出身、リアリティに多いのは、歌ってみたシンガー系 VTuber が多くて、で、みんなそれで稼いでやるって思っているけど、実際に収益化できるっていう人は、1割ぐらいかな。で、そうそう。最近、オリハルさんが収益化できたんですね。オリハルさんで誰だって。この人はチャンネル登録数が1600人かな ?1700 人。でもね、収益化は今まで言ってなかったんですよね。つまり、再生時間が少ない。これは、歌ってみた系なので、配信時間が4分とか、その時間に短めになるためです。そして、雑談系をしても、あまり3つの配信登録者の割には見る人は少ないということでしょうね。まあ、私もそれに入ります。その改善策としては、長時間の動画を作る。長尺ものの動画を作るということです。でも私は内容がどうでもいいクズみたいな動画を作るっていうのは大嫌いなんですよね。まあとりあえず今は私の体力が尽きたっていうのと、配信時間が今何、1時間10分かなになるので、やめようかな。配信終了しようと思います。そう、もう動けるんですよね。動けるけど話に集中したいから。
そうだな、最後になんか言おうって考えちゃうな。チャンネル登録者数1000人までにはあと1、2ヶ月で達成はできますが、総再生時間の4000時間までにはね、実はね、半分も満たしていないんですよね。大変な道のり。研究を続けていくしかないし、今動画投稿も50本ぐらいかし、やってないかな。まあ、それまでは週に1本やっていく予定です。それではお疲れ様です。長時間ご視聴ありがとうございます。次にお前は思わず笑っちまったぜ。という。思わず笑っちまったぜ。次にお前は。という。うぶりー。次にお前は。